オ。皆さん、ギョスタパスタイリーパレット星野クレハ役の鈴木優斗です。皆さん、スタパ辻司海斗役の増田俊樹です。強調したよね今ね。ね、強調したよね今ね。いやいや、なんでギョスタパって、これえこれね、僕が考えたわけじゃないですよ。これもちょっと待って、これ僕が考えたわけじゃないですよ。台本上に書いてある。そうでしょ。え、今ギョスタパって言ってたの。もうこれもう公式さんがもう考えたんですよ。もうそうなの。公式さんが考えて、ね、勝手にもうツイッターで使ってて、お、考えてくれたんやってなったやつだからね、うん、ついにね、うん、自分発信だけじゃなくて、こう周りの人たちもね、そういう風に拾ってくれるようになったんだね、うん、よかったね、うん、そうだ、拾ってくる、うん、そうだね。でもね、なんか前言ってたよ。そうなの、前言ってたの。言ってたっけ。知らない。ギョスタパなんてそんな安易な、そんなことは言えない。あ、挨拶言ってたっけ。言わないか、わかんないけど。俺、ゆうとくんが何言ってるかあんまり覚えてないので。覚えとけよ。じゃあなしでってことで、なしなの。テイク2。はい、テイク2。わかった。皆さん、ギョス、スターリーパレット星野クレハ役の鈴木優斗です。叫んなよお前は。いや、だってまだ挨拶決まってないからさ。俺のとこにスタパって書いてんだから、ギョスのギョを抜けって話をしてんだよこれがよ。そういうこと。そういうことだろうがよ。この番組はスタパレディオであって、じゃあやり直すテイク3。皆さん、スタパからのギョススターリーパレット星野クレハ役の鈴木優斗です。それならよろしいでしょう。それならいいでしょう。ちゃんと挨拶決まっても、うん、からのギョスはいいよ、つけるから。それならいいよ。ありがとう、うん、頭のここは大事だから。よーし、断定はね、覆しちゃいけないよ。ありがとう、やる気出てきました。ということで、このスタパレディオはリズムゲームを中心にライブやイベント、メディアミックスなどが展開されるアイドルプロジェクト、うん、スターリーパレットをより近く、より熱く楽しむためのラジオ番組となっております。幸せということでね、挨拶も決まるよって。決めよう、うん、今日で決めようっていうことでね、皆さんからたくさん応募いただいてるみたいなので、はい、ね、決めていきたいと思います、うんうん、そしてなんとここで紹介したいものがあります。何ね、スタッフさん仕事が早いですよ。何前回まで話しておりました、この番組のノベルティステッカーのデザイン案が手元にあります。あ、これ、これすごい。これなんだと思ってた。ほんとステッカーですよこれ。知ってた。知ってたでしょ、うん、ほんと打ち合わせで散々ね。すごいね、なんかこう雑誌のあの1ページ目を開くと、こう右下についてるやつのサイズぐらいだね。わかる、かわいいよね。いいよね、いいよね、うん、これね、もう本当に仕事早いですよね。よかったね。よかった、うん、なんか俺ら2キャラだけと、スターリーパレットっていうロゴだけとかじゃなくてさ、ちゃんと全員のねキャラクターがいる。そういますからね、スターリーパレットのキャラクターが10人いて初めてやっぱスターリーパレットなんで。そうです、そうです、うん、本当にもう。そして1人当たりじゃなくてよかったね、うん、よかったね。誰のキャラクターが欲しいですとか。よかった、それはね、ちょっとショックだよね。あと噂で、あれでしょ、ツイッター上でジョートとかあるんでしょ。やだよ。そうね、やだよ。やっぱそのトレードじゃないけど、なんかね、種類で分かれてるとね、みんなで辻石海とシール。やだやだやだよ、やだやだよ、みんなついてますから、うんうん、ね、ぜひぜひノベルティゲットしてください。はい、ということでね、これを元にステッカーの制作に入るので、うんうんうん、まあスタッフさん仕事が早いと思うので、多分ステッカーの完成も間近なんじゃないかなって思うんですけど。だってもうデザイン終わってるんだから、あとはもう普通に業者に送ってから、もうそのシール化でしょ。そっか、うん、じゃあもうすぐですね、多分ね、皆さんのね手元に届くのもね。ということで、まあこのステッカーね、ゲットするためには、うん、メールを送ってきていただくときに住所と名前も一緒に必ず書いてきて送ってきてください。もうこれを忘れられるとですね、 MVP に選ばれたとしても、うん、シールが送られてきません。そうなんですよ、読まれただけでもなく、 MVP に選ばれた時も。あれ、俺今の MVP って言ったけど、何 MVP って。あ、当たり前のことのように話しちゃいましたけど、頭で言っていいんだっけ。あ、いいんだ。そうだよ。俺ドキッとした。 MVP を決めようって話は前までにしてたから。うんうん、うん、そうそう。で、この MVP に決まった場合どうなるかっていうのを、うん、あ、それ言ってなかったんだっけ。そう、これももう今すごいドキドキしちゃったよ、もう。なんだよ、スタッフさんが MVP って言っちゃったんだよ、顔言っちゃった。話したんだよ、これは。ドキドキしちゃったよ。何何何、 MVP になるとどうなるの。なると、うん、増田俊樹と鈴木優斗のサインを入れて、このステッカー、番組のノベルティのステッカーをプレゼントいたしますよ。ということで、すごいでしょこれ。各回じゃあ1名、1名です、1名限定。各回1名、僕たちが独断と偏見で選び、その方にはサインを入れて。おっしゃ。でもどうする。何、サインとか入れちゃったら価値が下がるわって言われちゃったらどうする。じゃあなんか裏に書く。あ、裏に書いてステッカーには被害及んでません。ちょっと待って、価値下がるの。ねえ、下がんない下がんない。
言ってみただけ。鈴木さん、価値とかそういうものじゃありない、ないですよ。ないんです。やっぱりこういうものは思い出であって、あ、そうそう、何がいいとか何が悪いとかそういうものじゃないんです。サインがじゃあついてるついてないは関係ないと。そう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 だってメールを送ってもらえるってことが主なんじゃないんです。たまたまもらえたってことが主なんです。そうかそうか、そうそうそう、 MVP にたまたま選ばれて、そうそう、たまたまそこにサインが入っていたっていうだけの話でございます。たまたまでございます。そうそう、そう、そう感じよう、そう感じよう、うん、そう、そのたまたま偶然奇跡を皆さんに、ね、大丈夫だよ、僕らが問題を起こさなければいいんだから。起こしません、大丈夫です、ね、ということで皆さん気合を入れて、うん、ステッカーねゲットしてください。 MVP にもね、はい、選ばれちゃってください。完成が楽しみですね。お待ちしております。はい、それでは始めていきましょう。スタパレディオ部活開始。この番組は DMM.com の提供でお送りします。ではまずこのコーナーに行きましょう。聖火学園掲示板ということで、皆さんからいただいたメールを紹介していくコーナーとなっております。どんどんパフパフ、どんどんパフパフ、いっぱい来てますから、はいはい、ね、番組あの放送を受けて、うん、これね日本撮りなんで、うん、本当放送放送終わった後だからね、うん、もうメールもこれ感想来てるから嬉しいでしょ。増えた ね、 ね、じゃあ紹介していくよ、うん、ね、嬉しそうだね。嬉しいよ。ラジオネーム、カベさんからいただきました、はいはい、ありがとうございます。鈴木さん、増田さん、こんにちは。こんにちは。初回放送聞きました。以前からお二人でのトークが大好きだったのですが、スタパレディオでも仲良しで同い年だからこそお互いいい意味で気を使っていないぶっちゃけトークが楽しくてあっという間の時間でした、うん、配信だけではなくお二人の仲良しトークを生で見聞きしたいと思うので、うん、気が早いですが、うん、いつか公開録音イベントを開催していただけると嬉しいです。待っている方はきっとたくさんいらっしゃると思いますよ。これからの放送も楽しみにしています、ということで、ほらもう嬉しいね。あのね、あのね、違うの違うの、なんか宣伝さ早すぎて面白いなということでさ、ほらもう嬉しいね。やっぱね、その前回そのあの初回で収録をして、うん、いや楽しいなと思って、ほうほうほう、この放送、あのこのねラジオの収録楽しいなって思ったけど、本当にそれを皆さんにもやっぱりこう感じていただけたっていうのが嬉しくて、本当に楽しかった。楽しかった。2本撮った後のなんか鈴木優とかだいぶ疲弊していたよ。そんなことない、そんなことない、ね、気がしますよね。だから増田氏と話してて疲弊する時もあるんだけど、うん、でもこのスタパレードに関しては全然終わった後も、うん、あー楽しかったって、本当に増田氏とやっぱりあの楽しいなって思えたから、あーよかった。いや本当にね、俺結構反省してたんだよ。嘘なんだよえ、ちょっとグイグイ行き過ぎだな。いいの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 、本当にいいのいいの、分かりやすい方がいいじゃん、そういう図式はさ。早いとこそういうのを固めていって、ね、だからそういうあのもうねいじられて、うん、もう腹立つってことは、うん、僕もなくなってきたから、大人になってきて、おおすげえ、受け入れた上で そういう図式でやっていった方がきっといい関係性を保てると思うから。なんだ、もう優斗さんめっちゃ大人じゃんこういうのさ、あの話すのちょっと早かったかね、こういうことをね。え、いいんじゃない、いいのかな、うん、だってそういう話題になってんだから、バラしちゃっていいのかな、いいのかな、バラしちゃっていいんだよ。そういいのだから本当楽しかったから、うん、こういうお便りいただけて嬉しい。いいね、公開録音だって。もうやりたい、やりたい、やりたいですよ。いや、鈴木さんがやりたいって言うんだったらやっていきましょう、やっていきましょう、まあ、やる方向に動きましょう。でゲストさんもね、うん、呼んだりとかして、そうそうそう、そうそうそう、なんか大きいとこでやりたいですね。公開録音がしたいんでしたらですよ、うん、したいんだでしたらですよしたいんでしたらよでしたらですよ、うんうん、やっぱりこうリスナーの絶対数を増やさないと。そうですよ、ね、来てくれる方がたくさんいないと公開録音やってもね、できませんから、寂しいから、やっぱりここは僕ら頑張んなきゃいけないですから。そうですね、僕らが頑張ってリスナーさんを増やして、お便りも増やして、そうそうそう、大きい番組にしていきましょう。 そして制作さんがもう公開録音させてくださいと あちら側から言っていただけるぐらい頑張んなきゃいけない、ぜひぜひって、そう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 、ね、ひびきさんもぜひぜひと、うん、大きいイベント打っていきましょうってあ、なんか大きくなったな、さらに言っていただけるように ね、うん、目指していきましょう。はい、はい、ね、カベさんありがとうございました。ありがとうございました、はい、では次ですね、ラジオネーム、これはゆきりんさんからでですね、ありがとうございます。ありがとうございます。ゆうとさん、としきさん、こんにちは。こんにちは。ギョスギョス書いてあります。お、ありがとう、ありがとう、かっこギョス。マストシがなんかね、率先してってくれたのかと思っちゃったあ、そうだよ、まあ、こっちの話、こっちの方に行っちゃうからねはいはい、お便りでしょ、ついにスタッファレディを放送開始しましたね、うん、おめでとうございます。ありがとうございます。第1回目はずっと笑いっぱなしでした。そして私は、私ももう少し筋肉をつけられたゆうとさんはさらにかっこよくなると思います。さすがとしきさん、よく見てらっしゃいますね。あと提供の時にお二人が DMM って歌ってるのが本当に可愛らしかったです、はいはいはい、スタマは、既存のコンテンツと違ってマネージャーである私たちも制作に参加できるので積極的に参加したくなりますね、うん、とても面白いです。嬉しい。まだ手探りの状態かと思いますが、一丸となってスタパ、そしてスタパレをより良いものにしていきましょうね、だそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。いいっすね、
やっぱりみんなで作っていきましょうっていうね、うん、あのそれがやっぱりそうこのちょっとコンセプトじゃないですけど、うん、ねっていうのがやっぱ皆さんにも伝わってるんだなっていうのがね。そうですね、ラジオとか本当にいい意味で自由にあのコンテンツ の深みっていうものを作らないことによってお客さんとどん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 成長していくっていうか、うん、本当のアイドルっていうのも一番最初からじゃあ3年後10年後っていうものを見据えられてるかっていうとそこまで決めてなくて、うん、実際に初めてどうなっていくかってことで変わっていくじゃないですか、うんうん、そうですね、そういった意味ではこういう、まあ、演じるっていうコンテンツでは珍しいので、うん、ぜひぜひねあのこのラジオを聞いてくださってる皆様もまあ、聞いてないけどもあのこの作品が好きだよって人はねどん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 参加していただきたいですね、はい、ぜひぜひねまたね、うん、よりこうなんか応援したいという気持ちがねありますね、皆さんもねこう強くなっていくと思うので、筋肉の話来てるよ、それこの間したの覚えてる、うん、ね、覚えてる覚えてる、つけたらもっとかっこよくなる、絶対かっこよくなると思う、うん、どうする、そうですね、じゃあ2ヶ月後までに、はい、え完成させんの、絞って2ヶ月後結構近いよ、いいの言っちゃってそんなことっていう流れかなと思ったんだけど、いやいいよ、大概無理な話なんで、いや2ヶ月って結構リアルな数字よ、そっか、あのね結構頑張ってちゃんとできる数字、そうね、そうそう、1ヶ月後にじゃあ俺なんか何パーセント絞りますって言ったら無理だけど、2ヶ月後は頑張ればいけるよ、でもなちょっとなバタバタしてるからだってあれ舞台はもう終わったんでしょ、今舞台中か、まだよ、舞台、この放送の時は舞台中じゃない、舞台終わってるか、終わってる、うん、ちょうど終わったぐらいだから、ちょうど終わったわ、うん、ちょうど終わったわ、じゃあ自分の中で山場終わった、終わったね、でもまだ 6月2本あるの、舞台ある、舞台あるんですよ、6月でしょ、6月に、じゃあその舞台に出るために、あだからそれも含めてで舞台中、舞台のキャラはキャラキャラキャラ、ムキ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 じゃないあ むしろちょっとこう線の細いというか、じゃあ繊細な感じ、もう本当に服を着たら分かんないのに脱ぐとすっげえっていう、でもそれってさ難しくない、なかなかその筋肉作るのって、バカ野郎、俺たちは難しいものに挑戦していくもんだろ、だからさこの今年の夏も含めて8月ぐらい、8月ぐらいまでにちょっと筋肉つけてみる、うん、そうそう、8月頭にはもう出来上がって、うんてて、うん、でちょっとさいいからそれ出さなくてお前頑張ってよ鈴木言うといい、それ見たら頑張ろうって思う、8月9月ぐらいまでに筋肉つけるのね、うん、いいね言ったね、うん、よし決定、頑張ります、頑張ります、次のメール今行きましょう、だよこれ本当にもう、はい、じゃあよく出したな、何をよく出したな、その腹を、次のメールを、ね、はい、じゃあ行きますよ、こちらラジオネームしぐれさんからいただきました、うるせえなパチ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 身を挺してるな本当、はい、読みますよ、何の音かな、鈴木優斗さん、増田俊樹さん、こんにちは、こんにちは、行初のお便りです、まずはじめにスタパレディオの公開おめでとうございます、ありがとうございます、スターリーパレットはツイッターで見つけた時からとても好きになりました、うん、ラジオネームとは違う名前でグループメンバー名にも応募させていただきました、うん、落ち込んでいる時にお二人のスターリーパレットを聞き、うん、曲ですね、私の色でもきっと星になれるんだととても勇気づけられました、うん、彼ら9人の泣いて笑って青春する姿は私たちにきっと抱えきれないほどの感動を与えてくださることと思います、彼らの過ごした日々が精一杯生きた一瞬一瞬が星のように輝くものになりますように、最後になりますがスターリーパレットはこれからたくさんの方々に愛されていくと思います、スターリーパレットのプロジェクトスタパレディオ、そしてお二人の声優としてのますますのご発展とご活躍を願っております、ですっごくよーみたいな終わっちゃったよ終わっちゃったよこれだとなんかそれぐらいいいこと言ったよ、ね、なんかね本当に求めていいね、それ欲しいね、いろんな角度から応援してくださる、ありがたいね、嬉しいです ねそして、うん、ツイッターの公式アカウントフォロワー数を増やしたいと、増やしたい、スタパ公式さんがおっしゃってるということで、うんうん、ね、フォロワー数ってどうやったら増えるの、ねえ、どうやって増やせばいいのかな、でもやっぱり、ね、こういろんな役者さんを、うん、まあ、他にもいるじゃないですか、僕ら2人、僕ら2人だと多分ちょっとこう限界数が限られてると思うんで、はいはい、いろんな役者さんをこう巻き込みつつ、ね、でも公式ってラジオの公式じゃないでしょ、これはもうじゃないです、ラジオの公式のアカウントはないんでまだ、うんうん、多分スタリーパレットの公式なんで、うんうんうん、だからいっぱい写真載せるとかだと結構みんな見てくれてリツイートとか送るとか、写真ってフォロワー数増えるの、増えるっていうか多分その写真のね、あのツイートだけでもすごくリツイートとかお気に入りとかはそれで増えて、まあ、そこからねもちろんあのアカウントに行ってフォローするっていう作業にもなると思うから、うんうん、ね、ああいいね、筋肉写真か、そこに絡めたがるよねえ、いややっぱ座長なんで、ね、別にアイドルの体って相当キレッキレよ多分、うん、だってあんなに歌ってあんなにダンスしてさ、
それマストシに言われたくないんだけど。え、いや俺はアイドルじゃなくてポチャンポチャンみたいな音してたけど。ポチャンポチャン何の音？ポチャンポチャンみたいな音してたけどね。あー、これはもう逃げ切らなくなる。そうでしょ。筋肉写真8月に載せますって来て。やだやだやだ、もう。え、ちょっとしかも載せますだから。載せますかじゃなくて載せます。どういうこと？だからその筋肉写真をその、これ待って、そうね、待ってお前の事務所は大丈夫なの？あのね、本当に一切来てないですけど、今日アミレット来てないですけど、いやでも、え、待って乳首は、乳首は NG で、 NG で。じゃあこう腹をめくってちょっとこう腹筋周り、でもそこまでに出来上がってるんだったら多分事務所としても、まあ、逆にいい宣伝になるっていう風には言ってくれると思うっすよ。今なんて言った？もう一回言って。そこまでにちゃんと出来上がってるでいる体を乗せるんであれば、出来上がってる出来上がってる、8月でしょ、いい、逆にいい宣伝になると思うから。もうできてるできてるできてる、8月でしょ、鈴木優斗の腹筋できてるよ。シックスパックできてるよ。分かったけど、分かったけど、まあ、このラジオで得することあります？なんか他にあの筋肉作って見せますあります？え、あの歌上手くなるよ。あ、腹から声出るよ。そっかそっかそっか、それはまあまあいろいろ方法あると思うんですよね。あと鈴木優斗さんがあのよくダンスが苦手だって嘆いてるじゃないですか。キレ良くなるよ。そっか、まあ、いや、 やっぱ筋肉つくと動きのねメリハリつくから。そっかそっか、だから分かった方、もっと具体的にね、あ、バックアップを、だったらやね、やりたいんじゃない？でも、うん、やりたい、全然やりたい。もう要するにこの作品が鈴木優斗さんの体作りを応援します。腹筋をね作っていくのを、あなたの腹筋にコミットします。そうね、何をしてくれるかにもよるけど、まあまあ、あの美味しい話かなって思う。応援するよ、すごく応援する。応援するだけ？え、分かった分かった、だから分かった。秋口か冬ぐらい発売の雑誌のなんかオファーとか持ってきてもらえると。いやそれは成功した際でしょ。それは成功した際でしょ。そう成功までだから、話はなんとなく、だからもうちょっと固まってきてはいるんですよ。やるんだったら俺全然個人で組むぞ。何を？え、君の体作り、写真とか、メールで何食ったか何をしたかっていうの全部管理してやってくれるんだ。コミットをマスタシが個人的に3、4ヶ月でしょ。3、4ヶ月だね。対処防御率 10% ぐらいを切りたいんでしょ。まあ切るとでもいい感じになると思うよ、うん、俺はできると思うよ。そっか、他になんかないのかな。何それ、そんなんあるんですか？何のカタログならグラビアいけるんじゃんって。いやでもさ、それはしかも宣伝も込み込みでできるわけだ。響さん何のカタログ作ってんのよ。だってそれ、よしよし、カタログ内にスタパの宣伝を座長がちゃんとやるんだよ。で腹筋出すの？ただのバカじゃん。いや別に腹筋を出すわけじゃなくて、腹筋を出すのは写真、ツイッターの写真であって、それを成功した暁にそのご褒美として腹筋物出すわけじゃないけども、取材のお仕事を鈴木優斗君に回してくれる。今ね、響のスタッフさんがね急いで出てったからね、外にね。え、だから確認取ってんでしょ。確認取ってんでしょ、うん、マジか。鈴木優斗さんのグラビアじゃなくて、ちゃんとスタパの宣伝ってことで、うん、あ、すごい、カタログを持ってきていただいたっていうことですよ。これはもう実際に今から差し込みしてもらいますよ、これ。いや、すげえな。なんか何でも自由っていうわけじゃないんだけども、うん、こちらですね、まあ、はい、これは皆さんに配られてるものですよね。ってことは皆様もちょっとね、お手元にある可能性はあるものですね。まあ、はい、こちらの、まあそれね、一覧とかも載って、響ラジオステーションさんですか、うん、載ってます。でミルキーホームズさん載ってます。あ、ここに載る、ここに載る、裏表紙的な感じで。すげえよ。ミルキーホームズさんね、ミルラジのこう宣伝が載ってるんですけど、この4人の代わりに僕が1人ドーンとでっかく。いやいや、え、待って、え、ここって今半分ずつじゃないですか、うんうんうん、一面。いやいや、ちょっと待ってちょっとそれはちょっと、いやだって、それはちょっとこうですよ。これを半分ってちょっと惜しいじゃないですか。ちょっとそれはちょっと、もう、まあでもね、半分だとしてもですよ、響、うん、さんにとってね、うん、このミルキーホームズさんの位置をた、まあ1号 ね、 あのね、ミルキーホームズさんの位置はさすがにちょっと、いやでも、ね、お邪魔できないと思うんで。要するに裏表紙って、その制作陣が全員が推したいコンテンツを書いてるわけ、うん、そうですよね。ね、だからミルキーホームズさんはもうずっと推していきたいと思うんで、ミルキーホームズさんと僕っていうことでいいですか、じゃあ。ミルキーホームズさんと僕に並ぶ権利が、そうですね、どうですか。
結果次第ですね。要検討です、うん、要検討です。あまりにもいる。でも僕ミルキーホームズさんと並んで、いややめろよやめろよ。ミルキーホームズ関係ねえんだから、鈴木優太関係ねえんだから、ミルキーホームズとは。いやいやいや、ヒビキラジオステーションっていうことで関係はしてる。違う、そうだけどさ、ヒビキラジオステーション祭りとかでメイン MC をそうだけどさ、いいね。でもそれぐらいなんかこう、分かりました、鈴木さんには頑張ってもらう。だってミルキーさんのところで宣伝できたら、うん、スタパすっげー知名度ミルキーさんとこれで宣伝できたらね。そうね、だからミルキーさんと並んだらミルキーさんを、ね、好きなファンの方が、そんな、ね、いや見なきゃって、これミルキーさん見た瞬間にあれこの人誰だ。そんな簡単にね、お互いのねテリトリーをね侵食しちゃいけないんだよ本当に。もうしかもミルキーホームズさんとスタリパレット、大丈夫大丈夫、全然被らない、被らないけどさ、ミルキーさんにシックスパックいない、いないけど。じゃあそういう問題じゃねえんだって。だからまあだからそれとは別としてもうん、うん、まあ分かりました。僕はじゃあ夏8月までに頭ぐらいまでに腹筋を作り、それを公式アカウントでだからさ、これってさ、実際だからその時にできてなくてもその結果を載せるっていうこと。いや、できなかったら載せない。できなかったら載せない。罰ゲーム。罰ゲーム。そうだね、罰ゲーム。うん、うん、わかりました、わかりました。そりゃなんかファンファーレ鳴らすな。おい壮大、おいクソ壮大。あのね、僕が言ったわけじゃないからね。しかもファンファーレって達成した時に流すやつだから。本当だからね、これもう達成しろよってことですね。ちょっと面白いな、このタイミング。わかったわかった、もうどっちにしろどっちにしろ、もう作りたいと、まあ作りたいってか、もう体作りはやりたいと思ってたんで頑張ります。さすがです、頑張ります。スタッフさんからね、座長さすがですと、はい、頑張ります。すごいね、座長としてやっぱりお願いします。はい、いやでもね、本題はね、うん、フォロワー数をいかに増やすっていう本題だったんだけどまさか脱線してここまで来るとはね。だから分かったから、本当にもうこれ聞いた方は本当にあのもうすでにあのフォローしてる方はこれ分かった。俺何もっと落としどころ、何フォロワー数暖房を越したら鈴木優斗がすればいいんだよ。どこどこ、フォロワー数 何千何万か達成し、かつ8月に までによ、8月の何日までにフォロワー数何人達成で、かつ鈴木優斗成功時に写真を載せます。わかりました。こうすればちゃんと目的が達成できる。だから8月までとかっていうよりはそれよりもうちょっと早い期間で募集をこう締め切って、でももう頑張っとくから、それまでには頑張っとくから。そう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 。で、でもその後乗るか乗らないか。でもそうなると鈴木優斗さん、うん、だいぶあのプレッシャーかかりますよ。例えば7月頭に締め切った時に、うん、そこまで達成したらもうあと1ヶ月で、あ、これ本当に上げなきゃいけないやつだって、うん、いいじゃん、より頑張れるじゃん。お、追い込んだ方がいいじゃん。言ってくれました。じゃああとでね、あの今現在のフォロワー数を、考えてですね、あ、そうですね、期日とだからアミュレートにもちゃんとこう確認を取りつつ、そうそう、あのその数とかはそのスタッフさんとかと検討して、はい、でほ、本当にどうなるかっていうのは後ほど、はい、難しかったらまた他の案を今後言おう、うん、そうですね、うんうん、そうですね、まあこういうちょっとまあそういう感じで、増えるわ、こんなの増えるわ、まあ、頑張ってきますよ本当。初出しじゃない、スタパレのためなら。鈴木優斗腹筋初出しじゃない。初出しですよ本当。そんな露出しないっすよ普段は。いやだって俺ら露出するような仕事じゃないからね。そうっすよ、うん、そうっすよ写真集とか出した時にもしなかったっすから、ほんな肌なんて全然。あ、出したことあるの。出したことあるんですけど腹筋は出したことない。腹筋は出してないっすから。初出しだよ。もしもスタパのためなら頑張りますよ本当に。じゃあね、これ応援してくれてる人たちはですね、はい、周りの人たちも巻き込んでどんどんフォロワー数を増やしてください。よろしくお願いしますね、はい、よろしくお願いします。はい、はい。そしてですね、はい、ここで公式サイトで募集しているユニット名に届いているアイデアをいくつかね、やっとだよ。そうですよ本当、ここまで来るのにどんだけ時間使ってんのよ、ご紹介していきたいと思います、はい、お願いしますね。いっぱい、ね、1000通り1000通を超えるアイデアが届いているそうで、めちゃめちゃ来てるんですよ。皆さんありがとうございます。こんなたくさん来てて、ここから紹介っていうのもなかなかちょっと難しいので、こういう雰囲気のものが来てますよっていうのを、うん、こっちをね、かいつまんで紹介していきたいんですけど、やっぱりね、ユニット名の中にパレットっていうものが入ってるものが多くて、うんうんね、でキャラクターもねちゃんとこう色分けされていて、名前の中にもこう色が入ってたりとかするので、うんうん、パレットっていうものはこう入れたらいいんじゃないかっていうのが結構多く来てたりとか、あと星じゃない、あ、星はやっぱり星関連多いですね。そうそう、曲にもね、タイトルにも入ってますし、うん、そうそう、あとただ結構なんか聞いたことあるユニットもなんかいくつかあるらしいじゃん。あのね、そうなんですよ、あのね、今まあアイドルっていうものがたくさんあるっていうのもそうだし、過去にもやっぱりあの作品の中とか、うん、アイドルだけじゃなくて、ね、先輩方が組まれていたユニットっていっぱいあるからね。そういうユニットとかあったの。ありました、ありましたね。調べてもらおうか、その辺は。そうですね、うん、あの送る前に、あ、いい名前思いついたって思っても、
歴史は長いですからこういう、まあ、アイドルとか音楽としての業界というのはね、そうそうそう、なのでこう一度調べていただくともしかしたら似たような名前のこうユニットさんとかこうヒットするかもしれないので、うん、そしたらあちょっとこれはさすがにちょっと名前がちょっと近すぎるなっていうことだとちょっと採用しづらいっていうところが ね、 ねちょっとねいろいろありますので、 Google さんあたりで一回調べてみてすぐに出てこなかったら、まあ、とりあえず送ってみる、うん、それでもこちらで、こちらでちゃんと詳細を調べるのでそれであったらもしかしたらね、うん、申し訳ないですけども、そうですそうです、はい、なので当然にはなりませんけども、ね、事前にちょっとだけ調べていただくと、うん、ぜひお願いします、ね、あとはねこれ見てるとねやっぱりこう、うん、名前の単語と単語の間に星が入ってたりとかね、もう多いですね、星をこう中にマークで入れるっていう、うんうん、あとあれですよね、理由の部分がなんかちょっとこうドラマチックなものがあると、あ今後の僕たち の、 そうそうそう、その僕らのキャラクターがこのユニット名で行こうっていう、うん、ドラマというかストーリーを書くっていう話なので、そこに少しこう反映されやすいというか、そうなんですよ、うん、ね、配分寸前っていうところからこう始まったりとかするので、そうそうそう、こう自分たちでこう作っていくっていうね、うん、また盛り上げていくっていうところだから、だからユニット名 の、 そのなんでこのユニット名にしたのかって書いておくと、うん、自分が思い描いてたものとは違うストーリーにならないで、ちゃんとそれを踏襲したものに なっていくっていう意味ではちゃんとこう書いていただけると、ね、うん、まだねそうキャラクターの情報とか、うん、スタディパレットのシナリオとか、うん、公開されてる部分が少ないので、うん、ちょっと難しいかなって思う方もいると思うんですけれども、ね、そのあなたがこう考えてくれたものが逆にこうストーリーに反映されていくって、まあ、夢のような話なので、うん、はい、ぜひぜひこうね、いろいろこうこんなことあったらいいなとかいうね希望とかこう妄想を膨らませて送ってきていただけるといいんじゃないかなと思いますね。お願いします。はい、ということでここで改めてユニット名募集に関するお知らせをさせてください。はい、現在僕たち9人のグループ名を募集しております。はい、採用された方にはスタッフロール掲載や、はい、ファーストライブ招待&キャストからグッズをお渡しなどの豪華特典が予定されております。はい、締め切りは4月30日となっております。はい、詳しくは、公式サイトやツイッターの公式アカウントをチェックしてください、はい、ということで以上聖火学園掲示板でした、はい、ではここで1曲お届けしましょう、はい、この作品リズムゲームにもなりますので、はい、楽曲にもねとても力が入っております。公式サイトに紹介ページがありますが、すごい方たちにね作っていただいております。そうなんですよ、はい、これからお届けする曲は作曲編曲をですね多くのアーティストへの楽曲提供や、2人はミルキーホームズなど数々のアニメやドラマの楽曲を手掛ける市川淳さん、そして作詞をご自身もアーティストとして活躍されている琴子さんが担当してくださいました。はい、ということでお聞きください。僕たち2人のバージョンです。スターリーパレット、いつかきっと輝いて満点の笑顔見つけよう。君が迷路で迷って立ち止まっているのなら、この歌を歌おう。君と一人じゃないと思い出すよ君の合図で。越えられる高い壁もいつか羽ばたいて越えてやるんだ。スターリーなステージでその笑顔に会えるなら、悔しさも汗も風になる。君が叩く手拍子で僕のステップ動き出す。この曲は公式サイトで曲をフルでダウンロードできます。たくさん聴いてください。ということでお届けしたのはスターリーパレットでした。スタパーレディオ、ここからはこのコーナーをお送りします。ボイスパレット、はい、
こちらのコーナーはお題に沿ったセリフのアイデアを送ってもらうコーナーです。そのセリフを僕たちがクレハとカイトでアレンジしてお届けしますということで、はい、まだまだキャラクターの収録は行われておりますので、はい、ベータ版ですね。なんで何笑ってるの、マスタシ。あの内容に関係ないことで笑ってるから、うん、本当楽屋裏で話すわ。じゃあ後でね、なんで笑ってたのかってことね、ぜひお楽しみに。すげーくだんないことだから、もう本当にもうゆるいなということで、今回のお題はアイドル部にどんな風に勧誘されたいとなっております。うん、では早速ご紹介していきたいと思います。こちらラジオネームほのかんさんからいただきました。ほのかんさん、ほのかんさんですね。それではいきます。俺たちと色を奏でよう。はい、色を奏でる、なかなかうまいことをね。色を奏でるってどうやって奏でるんですか。だからそれはさ、お前がキャラ崩れてどうすんだよ。だからそれはみんなでこの活動を盛り上げて、一人一人が一つのピースとなってこの部活を盛り上げていこうっていうことだよ。一人一人が個性を生かして、その個性を前面に出して、でみんなで一つのパレットにこう描いていくと、色を混ぜ合わせて描いていくと。ゆとさんすごいね、ちゃんとできるね。いやそうですよ、だって座長ですから。すげえな、作品ちゃんと背負ってんな。そうですよ、本当にすげえ、言えないとパッとね、パッと、はい。ということで、じゃあ次は、じゃあいいですか、やってもらっていいですか。はい、では続いてラジオネーム、こちら鈴鹿さんからいただきました。いきます。いつでも待ってる。こんなこと言われたらさ、6月だろうが言っちゃうよね。どういうこと。2ヶ月迷って6月になっちゃっても。あ、そういうこと。あの言葉が残ってるわ。本当に、うん、だいぶ失礼だけどな、2ヶ月待つって。ちょっと、待たせすぎ。いつでも待ってる。でもやっぱりこう分かりやすいね、うん、もう前回前々回からそうですけど、分かりやすい、なんかこうパッとこう決まった一言っていうのが結構多いですね。ちなみにこれは部勧誘のビラを渡されながら、ま、うん、っすぐな視線で言われたいです。それちょっとキュンとしちゃうかも。言葉はいらないってことですね。そうですね、そうそう、ふっと渡して待ってます、うん、待ってるから。なんかそれすごい男らしい。いいね、いいかもしれない。いいね、いいね。いやいやいや、いいですね。アイドル部が全部漢字で書かれてました。アイドル部、アイドル部、それ男らしいってことなのか。あ、違う。ちょっと違う。はい、ということでまだベータ版でございますけどもね、うん、どしどし応募待っております。待っております。ということで、次の、ね、お題を発表しましょう。はい、次のお題はどんな仕事をお願いされたいです。ちょっとまたこう一歩進んだ、そうですね、ね、感じになってますね。マネージャーさん出すからね。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 どうした、ちょいちょい。マネージャーさん出すからね。出すからね。まあ、あの仕事をお願いされることもあるでしょうということで、うん、まあ、何をどんな風にお願いされたいかというセリフを、作って送ってきてください。お願いします。はい、たくさんのセリフをお待ちしてます。以上、ボイスパレットでした。スタパレディオ、続いてはこのコーナーをお送りします。アイドル部普及会議。いや、アイドル部、そしてサーリーパレットを普及させるための会議を行っていくコーナーです、うん、議題に対しての皆さんからのアイデアもご紹介していきます。今回の議題はこの番組の挨拶何がいいです。イエーイ、なんかちょっとカイトっぽいじゃん。カイト意識して読んでんのこれ。ちょっと今回ね、うん、僕のあのさっきの、うん、あのコーナーでの文字数がいかに少なかったかって、うん、あ、やっぱね、ちょっとね、言葉数はね多い。やっぱね、負けたくないんですよ。そういうところで勝っていく、勝っていく。文字数が多ければ多いほどお客さんはカイトを応援してくれるんだ。そうかそうか。でも負けねえぞ。クレアと僕はもうなんか その似てるから、このまま僕がこうやってることがもうクレアっぽいなって思ってもらって、なんか応援したくなるようなキャラクターだな。これカイトっぽさ、肉が好きしかねえんだよな。そうだよね。そうなんだよな。確かにね。まあまあいいんじゃないですか。もう年を取ればどんどんおじさんになっていく。そういうこと言わないねよ、本当に。いやいやいや、年の話前もしたけど、鈴木優斗さんはもうキラキラしておりますよ。いつまでも変わらない、うん、30になっても変わらない。本当に変わらないね。変わらないしよ、うん、肌ツヤね。そんなことない、やめてよ本当に。早くメール読んでもらっていい？はい。ラジオネームバヤスさんからいただきました。ありがとうございました。挨拶ね、はい、番組の挨拶なんですが、うん、パレパレなんていかがでしょうか。きたね。ちょっとちょっと水飲んでいい？もう一回やっていい？ちょっとそこはなんかね、もうちょっと綺麗に言って。ではいきますよ、はい、番組の挨拶なんですが、はい、パレパレなんていかがでしょうか。ちょっと今日は免除してよ。そうだね。今日はさーね、パレ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 、明るくて言いやすい、スタパレ聞いて心晴れ晴れみたいな。あ、いいね、いい。
なんかしかもちょっとこうやっぱり勢いがあって、うん、スタートにはこう持ってこいな。いいね。ねえ、ここで勢いづく。どうもパレパレって。うん。どうも皆さんパレパレからのギョスですよ。うん、いいねパレパレいい。言いにくくない？パレパレからのギョス。パレパレ。ちょっともうほんと汚ねえな。ほんと汚ねえな。今日のパレパレはちょっとねあれですね。まあちょっと ね、 ねあんまり そんなにピーカーじゃないけど。こういうのもねタイミングっていうのはね、うん、ありますから。ありますから。いいですねパレパレ。パレパレ。すごいいい挨拶。すごくいい挨拶なのに。声は汚いけど、ユウトの声は汚いけどすごいいい挨拶。じゃあ今日全部鈴木ユウトさんでテストしてますか。やだやだ本当。はい、次いきますよ。はい、ラジオネームチョコラーデンさんからいただきました。ありがとうございます。正直ギョスタパに勝てる気がしないのですが。あらまあ。私が考えた挨拶は。はい。キラッとです。スターリー星、うん、キラキラ&パレットの語尾を合わせてキラッとです、うん、だそうです。キラッとキラッと。あ、なんかすごいやっぱオリジナリティもあるし、うんうんうん、なんかほんとキャッチーなかなかないですよ。ないですよね、うん、キラッ と、 ラッとすごい。どうですかキラッとからのって いきやすい。キラッとあの綺麗おお綺麗キラッとからのよしおなるほど。ワンセットみたい。ギョスポイントはね獲得しましたね。ワンセットみたい。うん、ギョスポイント高いよこれ。ワンセットみたいじゃねえよ。32ポイント。はい、じゃあお次の挨拶来てます。リサリサさんから。32ポイント。32ポイント。メモするんかい。ね、リサリサさんからいただきました。こちらはですね、挨拶がスタパーレ。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 お二人の雰囲気がとても明るくて楽しそうだったので、挨拶もみんなで楽しく掛け合えるようなものがいいなと思いました。スタパーレーって伸ばすのもあり、うん、俺それ結構好きかもしれない。スタパーレスタパーレスタパーレ、はい、皆さんスタパーレスタパーレからのギョス。いい。どうですか。いいですね。ギョスポイント何ポイントですか。ギョスポイント的にはそうだな、これからの期待も込めて19ポイントで。なるほど、ギョスポイント19ポイントだそうです。ちなみにこれは選考基準に一切関係ありません。勝手に作りました、はい、スタパーレいいですね。いいですね。なんかやっぱノリが良くて明るくてアイドルだから、うん、だって今後ずっと使っていくやつですからね、うん、そういいですねいいですね。なかなかいいものが揃っております。粒揃い。ですね、こちらラジオネームチャンシーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。この番組の挨拶を考えてみました。 おはスタパーです。番組の始まりは元気よく始めていただきたいので、おはようとスタパーを合わせたものを考えました。はい、あるね、うん、このね、うん、すごいね、馴染みはすごい。いや、いるからね、うん、うちらに。そうです、いるからね、一人います、うん、いますし、新MC が CMC が CMC がそうです。おはスタパー、新しい風を。そうそう、おはスタパー、おはスタパー、おのちゃん。もうどっちのことだか分かんなくなっちゃう。え、どっちのことだか分かんなくなっちゃう。分かんなくなっちゃうし、嬉しいけど、まあ、嬉しい、すごい嬉しいし、なんかちょっとでもこう並べるのかなって思うとね、ちょっとでも並べるのかなこの番組がって思うと。朝早いよ生放送。生放送もしかこの番組がするとしたら、鈴木ゆうとさん、はい、今その喉で朝早くからおはスタパ行けますか。あ、その頃には治ってるし、朝は得意なんで。おはスタパ、おはスタパ、朝からごめんね。やだ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 ね。元気くならないよ。うん、残念ですけども、ね、オリジナリティのある、そうですね、挨拶をちょっと優先させていただきたいと思います。はい、お願いしますね。ということでお次です。としみさんからいただきました、はい、スタパロー、スタパレとハローをかけてみました。挨拶なのでキャッチーで言いやすいものがいいかなと考えてみましたが、どうですかと。スタパロー、スタパロー、ジャックスパローみたいだね。あ、かっこいい。ちょ、かっこよさもかっこいい、ね、スタパロー、スタパロー、からのギャスということで、わあすごい、全米ハリウッドでね公開できるよこれ。いいね。俺の中ではギョスとなんか混ざり方が汚いな。どういうこと、どういうこと、どういうこと。あ、ギョスタパロー、もうなんかもうよくわかんねえ。ギョスタパロー、ギョスタパロー、ギョスタパロー。いい、満足した。ロードショー、これが一番多かったんだって。え、スタパローが。スタパロー、本当ですか。すごい、みんな、そうなんだ。スタパローが多かったんだ。スタパローどうですか。スタパロー、スタパローね、スタパローはでもラ行が苦手だからさ、あーちょっと言いづらい。スタパロー、そっか、スタパロー、巻いちゃうね、巻き時間になっちゃうね。スタパロー、二人がねやっぱ言う挨拶だからね。スタパロー、そっかそっか。あ、でも言ってくとなんか慣れてきたな。スタパロー、皆さんスタパロー、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 なんか相手の星が入りそう。スタパロー、ちょっとね、なんだろう、こうちょっと勢いよく言うと汚くなるみたいなんだよね。今ちょっと、ね、スタパロ、使えばいいんですよ、スタパロ、うん、皆さんスタパロ、スタパロ、鈴木海人役の増田俊樹です。皆さんスタパロ、
星野くれ早くの鈴木ゆうたです。お前ダメじゃん、スタパロゆうたさんスタパロダメじゃないですか。スタパロダメだな、ダメだな、おかしいな、おかしいな、なんでなんでこうなっちゃうんだろうな。勢いよく言うからダメなんだよ、だから勢いよく言うからダメなんだよ。すげえ面白い。勢いよく言うんじゃなくて、じゃあ爽やかに、爽やかに、そうそうそう、スタパロ、ほらこれだこれだ。いいけど毎回それなの。あのね、ちょっとキャラに合ってないでしょ。うん、おい、そっか、1ページだよ。はい、え、どういうこと今の。皆さん、爽やかバージョン、爽やかバージョンで言う、うん、はい、始まりました。皆さん、スタパロ、スタリーパレット星野クレイ役の鈴木優斗です。あ、でもいいんじゃない。あ、ちょっと、うん、だってラジオのいきなりが皆さんって言ってもさ、お客さんびっくりしちゃうから。でもやっぱそう、それなのよ、やっぱ自分のテンション的に持っていきたいところはね。それでもう一回やってみ。皆さん、スタパロ。遊ばないでくれる。本当に喉がやばい。余計やばくなるでしょ。本当にもうスタパローまでいい声で言って、うん、空のであげればいいんです。ああ、そういうこと。スタパローまでは爽やか。分かった、そこまで爽やか。 Take three, let's go。 皆さん、スタパローからのギョス。お、いいじゃん。スタリパレット、おギョスはやっぱり染みついてんだな、俺の、うん、オラの体の中にな。本当にどんなに声が汚くても、汚い時でも言えるんだよ、やっぱり、ね、ギョスはしっくりくるんだよ。あ、いいじゃん、じゃあスタパロ、やっぱりだからギョスタパだよ。ギョスタパ。やっぱりギョスはしっくりくるんだよ。ギョスタパで行くの。やっぱりギョスタパって言ったよね今。なんかちょっといやいや、お前ギョスタパになったら俺もギョスタパって言わなきゃいけないんだよ。そうだよね。あ、ちょっとダメだよ。ちょっとなんか番組は番組、そうそう、お前はお前。はい、ね、だからからの許したでしょ。許された。そう、そこはお前のところ、その前は番組のところ。一緒にしちゃいかん。そう、じゃなくてお前ギャラなくなるよ。はい、うん、わかりました、はい、今度はしません、これからは。ということで、ということで決めよう、決めよう、決めよう、この作業一番大事よ。並べよう、並べよう。たくさんあった候補の中からスタッフさんが選んでくれたこの5つのね、はい、まあスタパローが一番多い。4つだよ、4つです。おはスタパはごめんね。おはスタパはごめんなさい。すいません、ちょっとごめんなさい。おはスタパはごめんね。ね、スタパーレ、キラッと、パレパレ、スタパロ、どれがいい座長、どれが一番良かった。僕的にはちなみにどれがダメだったんだっけ、一番。パレパレか。バレバレ。いうん、今だけね、今日だけはダメだけど、うん、そうそう、でもすごくいいと思う。パレパレってすごい勢いづくところはあるけど、いいよね、選べないね。でもね、個人的に好きなのはキラッと、キラッと、かわいい、キラッとがかわいい、ね、だからもうこのキラッと言うときにはもう自分はもう全身全霊を込めたアイドルでいなきゃいけないの、このキラッと言うときは。ほうほうほう、うん、これ言うときはもうアイドル、僕はアイドルですよっていう気持ちを込めてこのキラッと言うの。もう挨拶にもなるし、このスターリーパレットっていう作品もちゃんとこうね、ちゃんとこう色濃く出していくっていう挨拶にもなると思うから。でキラッとね、あのオリジナリティもあるじゃないですか、うん、で耳馴染みもすごくいいから覚えやすいかなっていうところもあって、キラッとっていうのは僕は推したいですけど、としきさん的にはキラッと、キラッと、あ、確かに僕もあの滑舌の方は結構まだマシですね、うん、いけますか。ラギョありますけど大丈夫ですか、キラッと。よし、いける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 。じゃあいいですか、え、キラッと言いますか。決まっちゃう、これで。いいんですか。いいんだって、これで決まっちゃうんだって。じゃあということで、ギョスポイント32ポイントを獲得した。本当だ、高いし、チョコラーデンさんからいただいた、はい、キラッとに決定いたしました。お、本当に決まった、この場で決まった。え、じゃあちょっとこのキラッとで、あのやります、オープニングをちょっと今試しに、はいはいはい、やってみます、やってみます、やってみましょう。はい、はい、とこ、じゃあこれ始まりました。皆さん、キラッと、きたね。スターリーパレット星野クレア役の鈴木優斗です。そして皆さん、キラッと、辻石海人役の松田俊樹です。あ、いいじゃん、いいからの言わなかったですからね。やべえ、ブレブレってことは、じゃキラッともう今後本編では言わないということですね。違う思いのが汚くてちょっとあのキラッとが汚くなっちゃって、うん、あの大事なとこなのにっていうのをちょっとあれしただけで。じゃあ次回からはしっかりね、次回から綺麗なキラッとをオープニングで言ってくれるという約束を元に、日本撮りだから、はい、日本撮りだからということで、決まりました、決まりました、ありがとうございました、ありがとうございました。いやよかった ね、あ、ということでね、いやもうどうした、本当にもうちょっとどうした、いやすごいね、ん、本当に本当にこの場で決まっちゃったし、うん、本当にこう大事な時に声が汚いっていうのは、うん、いかにこう精神力を削るかっていうのがもう身を持って分かる。大丈夫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 ですか、うん、大丈夫ですか、演じてないから今。
演じてない。まだ演じてないから、 そのままそうそうそう、次からは綺麗ですから、はい、ということで、ということで、もうこれ議題変わりますから、今回で挨拶になりましたから、そうなんですよ、今回議題を達成することができました、はい、ありがとうございます。次回の議題でございますけども、ちょうどね、日時というか、うん、期日がちょうどいいということで、うん、次回はユニット名の結果発表、ついに決まりますね。制作発表会から、はい、この時から募集していたユニット名がこのたくさん1000通以上来ている、ね、中から決まるということで、はい、これを次回の普及会議のテーマとして、うん、はい、はい、やらせていただきたいと思います。はい、ということで次の議題、あ、ね、この次の議題へのね、まだ募集もまだまだ終わっておりますので、はい、まだ終わってませんからね。ね、ぜひぜひユニット名送ってきてください。はい、お願いします。ということで以上アイドル部普及会議でした。スタパーレディオ。スタパレディオ、そろそろ下校のお時間です。番組では皆さんからのメールを大募集しております。宛先はスタパアットマーク響き-radio.jp、 スタパの綴りは STAPA です。番組ページにあるメールフォームからも投稿できます。ノベルティのステッカーもね、作っていきますので、住所と名前をお忘れなくお願いいたします。はい、そしてここでお知らせです。ツイッターでのフォロー&リツイートキャンペーンを実施中です。スターリーパレット公式アカウントをフォローして指定のツイートをリツイートすると、抽選で総額10万円分の DMM プリペイドカードや出演声優の色紙が当たります。対象期間は4月の30日までです。よろしくお願いします。はい、はい、そして響きラジオステーションでは会員登録サービスを実施中です。会員になると番組をお気に入り登録したり、この番組の楽屋裏トークも聞くことができます。はい、さらに響きラジオステーションの Android、iOS アプリがリリース中です。お手持ちのスマートフォンでいつでもどこでもスタパレディオを聞いてくださいね。はい、ありがとうございました。で、頭でも言いましたけども、 MVP 制度が導入されましたので、はい、今日のね、紹介したお便りの中から MVP の方を決めたいと思うんですけど、はい、何がいいかな、何がいいかな、いっぱい素敵なお便り送ってきてもらいましたけど、やっぱりね、うん、僕らとして大きなプロジェクトが決まっちゃったんで。そうですよ、決まり、僕らっていうか、うん、彼のそこ、え、あそこか、それでしょ、スタッパとは、そっか、スタッパ、あれか、あれ、あれに話が繋がったってことでしょ、あのプロジェクトに、はい、あの8月ぐらいまでゆうとさんが肉体改造するというエンディングまでみんな忘れてるかなと思って濁しといたのに、大きな大きな話が決定した、はい、きっかけをくれたツイッターのね、はい、ラジオネームしぐれさんからのね、それこのお便りをしぐれさんのを MVP にするということで、はい、でおめでとうございます。 MVP 決定です。まあそうですね、確かに本当に番組もこうドット湧き、ね、ドット湧きドット湧き、僕のやっぱりそのね、高まりましたから、高まりましたか、高まりましたから、僕の中のね、その頑張ろうという気持ちが、はい、ありがとうございます。やっぱりね、仕事になった方がしっかり絞れるよね。そうですね、うん、仕事でやらせていただけるっていうのはね、本当にもう本当にもう、事務所マネージャー一切ここまで一切関与していないんですけど、1ミリも関与していないんですけれども、僕はやるぞと、もう僕の中ではもうこれは決定事項なので、もうこの響さんのカタログの表紙に、え、表紙になるぞって、これね、さっきね、お話伺っ、お話伺ったんです。このカタログっていうのはやっぱりこの表紙っていうのはその時にやっぱりドンとこう押したいものを載せていただけるっていうことで、だからここはミルキーホームズさんでなくてもいいところなのかもわからないんですよ。だからこの表紙にぜひスタパね、スタパラジオ、その時にはもっともっとこうリスナーさん増えていい番組になって、そして僕のこの腹筋がすごい軽いだぞ、スタパの中でこんないい腹筋できたんだぞっていう、押していく要素がたくさんある、表紙にも なっても見劣りしないぞっていうことで、このカタログ、まあ、何号になるか、秋号ぐらいかな、表紙に僕のデカデカとこう腹筋が乗りますよって。言い切った言い切った違う違う、そ、いやいや、まだそのなりたいってことでしょ、なりたいってことです、そうそうそう、願望です、願望です。そうそう、鈴木優斗さんの頑張り次第ではですね、この中の方の普通の紹介のこのアイコンに、うん、あのそのえ、やだ、そのアイコン、そのアイコンはやだよ、番組一覧の、はい、月曜日のありがたみないじゃん、だってそれもずっと見られるんだから、これは、このアイコンは、いや、そんなことないですよ、大事ですよ、それも、
そう、はい、宣伝もしくはあのそう、うん、分かった。だって表紙だとほらね、ほらちっちゃな子供が見たらびっくりするかもしれないじゃん。そうか、じゃあ分かりました分かりました。このカタログの中のこの背景あるじゃないですか、これ背景にあの腹筋を超拡大してしてもらえばいいんじゃないですか。さあもうね、日比さんの中でもよく分かりませんので、それではこの番組のお相手を締めますか。いやまあね、今回ねいろんな話ができましたし、うん、はい、そして挨拶も決まりましたね。はい、決まりました。いろんなことが決まってキラッとですね、うん、次回からキラッとと挨拶をしていきたいと思います、はい、ね、まだまだお便り皆さん送ってきてください。よろしくお願いします、はい、ます。それではこの番組のお相手は星野クレハ役の鈴木優斗と辻石海斗役の増田俊樹でした。バイバイ。この番組は bmm.com の提供でお送りしました。